昆虫学者チャールズ・カウマン博士が初めて幼虫が蝶になる過程を観察した時のことです。サナギから蝶が出てこようとしていた時、小さな穴から必死に出てこようとする様子を見たチャールズ・カウマン博士は、蝶が何ともかわいそうに思えて、ハサミで穴を大きく広げてあげました。いよいよ華やかな羽を広げてひらひら飛び回るのね。ところが大きくなった穴から楽に抜け出した蝶は、部屋の隅を這い回るだけでかわいそうに飛ぶことができませんでした。早くしかも簡単にサナギから出てきたせいで羽の力が弱かったからです。それから1年後、チャールズ博士はつぶやきました。ああ、蝶は精一杯小さな穴から抜け出しながら羽に力がつくのに、ああ、私が同情してしまったばっかりにそのチャンスを逃がしてしまったんだわ。蝶にとってサナギの中という閉ざされた空間から広い世界へ旅立っていく道は決して簡単ではない重労働でした。しかし小さな穴を自力で突き破りながら出てきた蝶は、新しい世界、自分の羽を広げて自由に飛び回る新しい生を得ることができるのです。時々望まぬ試練に挫折したくなったり諦めたくなる瞬間がありませんか？苦難や試練に直面しても、それを乗り越えて耐え忍んでいるうちに、自分の人生を生きていく原動力が生まれます。天国に向かう道の途中で苦難が訪れたとしても、耐え忍んで最後まで進んでいけば、天使の翼を広げて星の世界を旅するその日が必ず訪れます。